その運動不足がテーマなんですけど、今日はあの代謝といって体の、まあ、エネルギーのちょっと話をします。よくあの痩せやすかったりとか、その筋肉つけたら代謝が上がるって言うんですけど、代謝って主に3つあるんですよ。食事での代謝、活動代謝って今からやるトレーニングのような代謝で、基礎代謝で、これの割合が食事での割合って約 10% なんですよね。要は1割で、活動代謝って 2、3割なんですよ。残り大半が基礎代謝なので、基礎代謝を上げていくのがすごい大事になってくるんですよ。その中で一つとしてトレーニングして筋肉をつけるみたいな話がいろいろ出てると思うんですけど、じゃあそもそも基礎代謝って内訳何があるのかっていう、今一つ言ったのは筋肉ですね。あと何かこう一つ挙げるとしたら、皆さんあります？何か一つ基礎代謝の内訳で、まあ、要はエネルギーを使う体の器官って感じですね。ああ、ええ、なんだろうな。脳。ああ、いいねいいね。そう、脳。ペイコさん何かありますか？まあ、今脳が出ちゃったんで。内臓。はいはいはい、いいですね。そうなんですよ。内臓、まあちょっと大きい括りになるんですけど、今出たその、まあ、筋肉だったり骨格筋というところと、その、まあ、脳と、まあ、内臓、特に肝臓なんですけど、これで大体 20%、20%、20% なんですよ。なので基礎代謝を上げるには、この3つをしっかりエネルギー稼働状態にしてあげないと、そもそもあの燃えやすい体になったりとか、代謝がアップしない。あとは、まあ、あの腎臓だったりとか、その脂肪組織だったりとか、あの血流が回りやすいところにがエネルギーを使ってトータル基礎代謝の 100% を占めるっていう状態なので、トレーニングだけで筋肉をつけば代謝がすごい上がるかっていうと、ちょっとハテナなんですよね。まず心臓も入ってたりするんですけど、なのですごくこう今気温差が大きかったりとか、春にかけてきて陽気が変わってきてるので、結構こうメンタル的に浮き沈みが激しい時期になって、イライラしたりしちゃうと内臓って動かなくなっちゃうんですよね。で、肝臓があのうまくエネルギーを負担できなくなっちゃって、食べたものを蓄えるっていうサイクルに入っちゃったりするので、まあこうやって家の中でいながらも体を動かしてストレスを発散したり、何か自分の好きなこと、好きな時間を取るっていうのも非常に大事になりますので、まあ、そういった意味で、まあ、筋肉以外にもそういう方法がある。例えば頭を使ってるなって自分で思うだけでも、そっちにエネルギーが回ってくるので、まあ、代謝を上げたいっていう意味ではその3つをちょっとイメージしていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、いわゆる体幹トレーニングって、まあ、いつも言うように姿勢をあの正しくするので、姿勢が正しくなると内臓の位置も元に戻って、より活発に動きやすくなるので、トータル代謝が上がるっていうふうにもあの考えられますので、そこもイメージしつつ、あのトータルで体を良くしてバランスのいい体を手に入れていきましょう。はい、では、音声をここでミュートにしていただいて、これからウォーミングアップいつも通りやっていきましょう。お願いします。右足を前に出していただいて、左足は肩とついてます。で、前習いをして上に手を上げて、耳を通過した体を戻っていきましょう。これで1回戻す。 OK。 で、上げて2回、5回いきます。早く5、はい、OK。 では今度はこの状態で手を開いていきます。胸を開くような形で体を回していきましょう。バイバイで1
開いて、力を抜きながら、息は必ず吐いていきましょう。3、4、5、はい、今度は反対行きましょう。左足ですね。で、同じように前に流れて、上にぐーっと上げていきましょう。骨盤がねじらないようにまっすぐ下ろしていきます。後ろ伸ばして左手をついて右手を開きます。1、はい、後ろ前開く、2、後ろ前開く、はい、3、後ろ前しっかりいきましょう。後ろ前背後 OK で、音反対いきます。もう一度左に切り替えていただいて、後ろに手をついてずっと伸ばします。で、前に右手をついて左手を開く。1、後ろ前開く、2、後ろ前開く、3、後ろ前開く、4、ラスト前5、はい、 OK。 はい、では次はですね、股関節をちょっと動かしていきます。両手をついていただいて四つ這いになります。で、このまま足をペタッとついていただいて、お尻を後ろに引いて、体をこう伸ばすんではなくて、お尻をまっすぐ引きます。股関節を畳む感じですね。体はまっすぐのまま下ろしていく。で、戻します。お腹と股関節を使います。下ろして、で、戻す、2、はい、下ろして、3、下ろす、はい、下ろします。5、下ろして、ラスト、はい、 OK。 ではそのままですね、両手を前についたまま、お尻をこの肘でぐーっと背中を伸ばします。で、この状態で右方向にずれていきます。1、左の背中伸ばして、ぐーっと伸ばしていきます。鼻で吸って力吐く。はい、 OK。 では戻っていただいて、今度反対側をいきましょう。お尻を引きながらぐーっと伸ばしていきます。はい、戻しましょう。では次はちょっと呼吸の中でストレッチしていきましょう。前に倒して、よいしょ、よいしょ。で、このまま戻っていきます。1、1、1、 OK。 ではもう一度前に行って、次は足を持っていきましょう。1、1、1、 OK。ではちょっと一回水入れていただいて、次トレーニング作りましょう。
では今日は体幹の部分の中でもちょっと上半身の部分、背中を少し最初にやっていきます。いつもはちょっとキープなんですけど、今日はちょっと動かして背中を意識します。でポイントは背中を意識するときに腰をこう反らない。頑張って胸を張ろうとして皆さん腰を結構反るので腰が痛くなるんですよね。なのでそうではなくて、ちょっと意識難しいですけど、この胸を引っ張られるような感じですね。このままぐーっと引っ張られるようなイメージでやっていきます。でプラス背中の意識は非常に難しいので、まずは膝ついていただいて、このようにまっすぐ立ちます。両手を後ろで組みましょう。でこのまま体から手を離します。そうです。でこの時に頭がこう前に出ないように、少し頭を後ろに引いて、人差し指を真下に伸ばして、斜め下に伸ばしていただいていいですか。で人差し指の方向にぐーっと指を、腕を引っ張る。そうすると肩甲骨がすごく寄ってくると思います。でその時に伊藤さんすごい分かりやすいんですけど、こうやって体を反るんですよね。そう反らないようにぐーっと背中で押す。そう。これが背中を使っている状態です。肩甲骨がしっかり重力に対してぐっと安定している状態。これをちょっとイメージして、2パターンいきます。最初のポジションは膝で立っていただいて、肩甲骨はお尻つけて OK です。お尻ついていただいて、体をちょっと倒します。前傾姿勢ですね。で余裕がある方はこの状態でお尻だけを引く。で、体をちょっと前傾にします。そうです。で、この時に腰を反らないように、こう、反って胸を張らないように、お腹、おへそは背骨の方に寄せながら、お腹でちょっとこれをキープする。で、バンザイ。そう。で、このまま肘を下げます。ぐっと。で、この下げた時に、先ほどの背中のところについても OK です。はい、バンザイ。2で目線は下げないように斜め前を見て3、はい、呼吸者4、順でいきます。はい、5、背中をで引く、6、手には力入れない、7、ナイス、8、よいしょ、9、あと3回、10、はい、1、ラスト2、はい、OK! ナイスです。そう、その感じ。だんだん疲れてくると目が下がって、目線下がると体が悪くなってしまうので、目線は上げた状態でやっていきます。では次。次はちょっと意識がちょっと難しいんですけど、この状態でまた前傾までは一緒です。今度は横に手を開いて、このように手のひらを上にします。で、このまま肩と手が平行になるような形をとっていただいて、後ろに引きます。で、この時に肩が上がらないように下げた状態で後ろに引くと肩甲骨の内側に効いてくると思います。この上の方がきつい方は肩が上がっちゃってるので、先ほどのように引いて下げていただいて、そう、そんな感じ。ちょっと前に倒して OK で、もうちょっと 目線上げよう。そう、その辺で、こっち引いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、はい、OK! ナイスです。この猫背の予防だったり肩こりの予防にこれはすごく効果的です。ただやり方を間違えると肩に力入っちゃうので逆効果になるので、しっかり今の姿勢をイメージしつつ、体はもう一番は目線を下げない。これ下げたらもうどういう風に体を動くしても姿勢は丸くなってしまうので、目線を必ず上げるっていうポイントだけを守っていただいて、しっかりやっていただければと思いますね。お願いします。はい、では今度はちょっとお腹周りトレーニングしていきましょう。まずは四つ這いになります。手をついて肩の真下ですね、
で、両足をこのように。で、お尻少し引いて、ちょっとベンチにします。うん。OK。で、この状態で足を伸ばすんですけど、このような感じですね。で、キープします。で、ちょっと余裕の方は、膝を少し下げていただいて、足を両方上げます。で、このまま右足を伸ばしていきましょう。では、行きます。レディー。では、右足伸ばして、キープ。呼吸止めない。傾かないように、軸作って、はい、OK。ゆっくり戻して、反対行きましょう。レディー。はい、アップ。いいですね。3、2、1。はい、OK。では、バランス行きましょう。この状態で、ちょっと手を、自分の体の方に引いていただいて、まずは右手と左手を伸ばします。で、タッチするですね。で、余裕な方は、この足をさっきみたいに上げます、両方。上げた状態でやってみましょう。で、伸ばして、はい、タッチ。伸ばす。後ろに引きます。そしてこの下の骨盤をさらに後ろに引きます。で、ここを体まっすぐしていただいて、このままアップ。で、これが余裕の方は足伸ばしてアップしていって、で、ここからダウン。ここを下げて、ここでまた上げてくる。横の腹筋使いましょう。では、まず上げます。レディー。まずアップして。はい、ストロー。はい、ダウン。アップ。そう、ダウン。アップ。2、ダウン。アップ。3、はい、ダウン。4、この下腹部、横の方を意識して。6、はい、7、よいしょ、8、はい、9、ラスト、10。はい、OK。いいですね。では次、お尻とこの内側、両方使っていきます。今日は膝を先ほどみたいに曲げていただいて、まず上げる。で、手は横でいいです。このまま足を上げたらですね、足を回します。円を描くことで円を描くようにやっていきましょう。まずここ、膝曲げて、体を上げます。で、足を伸ばして、レディー、はい、回す。1、2、3、4、
5、はい、反対回し。1、2、3。足はまっすぐ伸ばしながら。はい、OK! ナイスです。で、この反対行きましょう。同じように行きましょう。についていただいて、だからこちら両足曲げます。そして骨盤を後ろに下げて体を一直線にしましょう。で、この状態からアップ、そしてダウンしてアップを繰り返しましょう。では行きますよ。レディー、はい、アップ、はい、ダウン、1、ダウン、アップ、はい、ダウン、ダウン、はい、ダウン、四、下、五、アップ、ナイス、よいしょ、七、八、九、ラスト、はい、オッケー、いいですね。この下の腹筋を使います。じゃあ今度、また肘についていただいて、両足曲げた状態から、足を上げて回すやつですね。先ほど言ったこの状態から伸ばして回す。足を前で回さないように注意しましょう。では、つけていただいて、はい、アップして足伸ばします。よいしょ。はい、回して、1、5、2、3、4、5回やったら反対回し、1、両手を動かない、3、4、ラスト、5、OK! ナイスです。OK です。で、今度は、ちょっとお尻ですね。このお尻、お尻の面積っていうのは、ジュレジュレで、下にどん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 下がってきてしまうので、このお尻をグッと上げるトレーニングしていきましょう。で、この状態で、頭ついていただいて、肩は腰幅よりも少し広めにスタンスを取ります。そうするとお尻の上側に引きやすくなりますので、ここちょっと意識しましょう。で、この状態でおへそを真上に引っ張られるように体をぐるっと上げます。そう、ダウン、これやっていきましょう。ではまず上向きになっていただいて、一緒に上げていきます。レディー。はい、アップ。1。お尻の上が意識。2。アップ。腰止まないように。3。お腹も力入れながら。4。はい、アップ。5。ダウン。アップ。6。はい、7。ナイス。8。9。最後10秒止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK、 いいですね。で、次は両足を閉じましょう。足を閉じて、この手を肩と下ろします。で、同じようにぐっとお尻上げて、腿の付け根のあたりですね、ちょっと先ほどよりも下の方に引いていきます。はい、では仰向けに用意して、足をずっと閉じていきますよ。行きましょう、レディー。はい、アップ。ダウン。はい、アップ。2、アップ。3、アップ。4、アップ。5、アップ。6、7、はい、8、アップ、9、はい、アップ、10、はい、OK、OK です。ちょっとお尻周りも含めて、今日は背中、お腹、お尻、そして横の腹筋という形で、まんべんなくしてくれたので、最後はそこをしっかり固めるっていうところで、また3分間のトレーニングやっていきましょう。で、こちらは、まあ、いつもお伝えしている通り、できる範囲でもいいですし、まあ、こちらを見ていただいても構わないので、チャレンジできる方はぜひ3分間よろしくお願いします。ではですね、今日は、
今日のやる種目は、ですね、この状態で両手を膝の上に乗せます。ももの上ですね。でこのまま顎を引いた状態でいけるとこまで上げて下げて上げて、これを繰り返します。これを、20回やっていただく。で、その後には下腹部20いきましょう。足を伸ばしてキープ。そこから次はここから上げて下げるを繰り返します。そして最初のやつに戻って上げるって形で3ついきましょう。で、この3つは3セットやっていきますのでお願いします。では、仰向けで準備していきましょう。ではですね、5秒前からいきます。レディー、5秒前。いい？まずは普通のグローブ付近、食べられるとこね。膝の手首の辺りまで来るといいですね。上腹部、上の腹筋つけます。ずっと頭を下げない。ずっとナイス。上げてキープ。下腹部意識、ぐーっと遠くに足を伸ばして腰を反らないように。呼吸止めないですよ。はい、足上げて90度まで上げてダウンアップ。ちょっと上げたらアイスが上げる。ちょっとダウンしたら上げる。ずっと下腹部に刺激が入ります。1、そう、いいですね。膝を曲げないように、膝伸ばしたまま、はい、足についてゴー。上腹部使ってゴー。ふうふう、ファイトファイト、ゴーゴーゴー。上げて上げて、まだまだ、はい、行きましょう。ふうふうふう、下げてグッとキープ。なるべく低いところでキープしましょう。はい、5秒、頑張りましょう。1、はい、アップ。20度、はい、ダウンアップ、ダウンアップ。フーフー、そう、反動を使わないようにしっかり下腹部に力を入れてやりましょう。腰が痛めないように。1、ラストセットいきましょう。1、はい、ふうふうふう、はい、怖いの、頑張りとこ、ナイス、よいしょ、はい、ファイス、はいはい、ゴーゴー、3、2、1、体を上げてキープ。ラスト、ここは最後の動き。ういういうい、ファイト、よいしょ、ゴー、よいしょ、ゴー、ふう、はい、はい、オッケー。お疲れ様でした。ナイスファイト。オッケー。はい、じゃあ最後、では皆さんグループワーク一緒にやっていきましょう。では正座をします。戻していただいて、両手をしっかり横についてお尻を一緒に引きます。で、手を遠くに伸ばすようにぐーっと倒していきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。ぐーっと息吐いて、は
結構です。では次は開脚しましょう。足を開いて両手を後ろにつきます。で骨盤を引き上げましょう。で開けるところまで開いていただいて、右手を左のつま先に向けてぐーっと持っていきます。関係の辛い方は膝を曲げても OK です。片方曲げてこっちに持っていきましょう。遠くに遠くにぐーっと持ってって、はい、 OK。 じゃあ始めます。左手を右のつま先に向けてぐーっと持っていきましょう。息を止めないようにして、はい、結構です。では次はちょっとお腹周りと股関節全体を伸ばしていきましょう。右足前についていただいて、右足の膝の上に両手を持ちます。で膝をちょっと後ろに、左の膝を後ろに下げます。そうするとこの股関節の付け根が伸びてくると思います。ここから、今左手を手首を持っていただいて、斜め上にぐーっと引っ張ってください。そうするとこのお腹までぐーっと伸びてくると思います。そう、肘をなるべく伸ばして、バンザイバンザイ、指先見て、はい、OK です。今度反対ですね。左足に変えて、右の膝を下げます。で足をペタッとついていただいて、両手を、まず膝の上に乗せましょう。で軽く前に出すと、ここは伸びてくると思います。OK。そしたら、右手の手首を持って、斜め上にぐーっと伸ばして、はい、OK です。はい、では音声の方ミュート解除お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと全体的に動かしたので、でハードだったかもしれないんですけど、毎回ちょっとずつ違う部分に、まあ、背中、大枠で言うと一緒なんですけど、少しずつ違うところに刺激を入れてますので、そうすると体がちょっとびっくりして、また新しい反応が起こるっていう形になりますので、そういったこうちょっと違う刺激っていうのを、普段でも例えば食べ物でもそうです。同じものを食べるより、まあ野菜で言えば違う色の野菜を食べるとか、まあ他の考え方で言うと、実になる野菜を食べるのか、葉物を食べるのか、まあ、土の中の野菜を食べるのかっていうところでも違いますので、そういった、まあ、多様なものを取ってあげると体もより健康的になってきますので、まあ、そういった意味でもトレーニングも含めていろんなところに応用していただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、で4月は最後なんですけど、明日はまた5月1日からやっておりますので、乗れればこの時間お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。じゃあ、本日は以上になりますので、よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、次にパリオリンピックもお願いします。はい、はい、はい